2020年4月2日春休み8日目です。新年度になって2日目、ウェーバー桜学校理科のバージョンをやりたいと思います。で本日はちょうど私の胸のところにある心臓のことをテーマにやりたいと思います。で心臓はいろいろ話したいことがあるので、今日を含めて2回明日もやりたいと思います。それでは反応が逆にしていいんですか。はい、そうです。まず心臓の形は、まあ、握り拳のような形で、まあ、外見は、まあ、こんな形をしているわけですが、ちょっと模式的な図でこれから示したいと思います。心臓は実は中が4つの部屋に分かれておりまして、それぞれその心臓の上の方にある、まあ、体の頭の方に近い方にある部屋が心房といいます。そしてこの下の方ですね、足の方に近い側にある部屋を心室と言ってます。で右心房、左心房、右心室、左心室になってるんですね。でこれちょっと気づいた人いませんでしょうか。では皆さん右手左手の感覚をちょっと確認してみてください。あれこっちが左じゃないですかね、こっちが左手側ですね。でこっち右手側です。あれ右左逆じゃないかと思った人がいるかもしれませんけど、実はこれで正しいんです。というのは実は人体の解剖図というのは医者が患者を見た時の解剖図で、人体が表現しておりますので、医者が患者を対面して、見てる時には患者の左右というのは医者から見て逆転してるわけですね。ということで、こちらが右側に書いてる方が左で、左側に書いてる方が右でいいです。でこれは人体の図を考えるでの基本ですので知っておいていただければと思います。でまずその心臓の血流は左心室から出発しまして大動脈に向かって出発しまして、ここで送り出した血液が全身を巡っていくんですね。でここに赤く書いてあるのはこう酸素を含んだ血液ということです。で酸素を含んだ血液が全身を回ってぐるっと回っていきまして、ぐるっと回っていきまして、全身で酸素を下ろして、で逆に二酸化炭素を積み込んで戻ってきます。戻ってきます。ぐるっと戻ってきます。で戻ってきた血液は右心房という上の部屋に入ります。で上の部屋からすぐ下の右心室に送られて、それから右心室から今度は肺に向かっていきます。で肺に向かっていき、肺で二酸化炭素を捨て酸素を積み込んで、またこの肺から左心房に戻っていきます。で左心房に戻っていって、左心房からまた左心室に入る。でこの循環を通ります。でこの図では赤を酸素が多い血液、そして青を二酸化炭素が多い血液というふうに表現しておりますので、酸素が多い血液がこちら側左側に集中しており、二酸化炭素が多い血液が右側に集中しているということが分かると思います。カエルなんかだとこの心室が一体化しているために、この酸素が多い血液と二酸化炭素が多い血液が一部混じってしまうことがあります。さてそれでこの血液循環の流れについて、よく混乱する人がいるんですね。このどっち何室から行って何房に戻ったかと、そういうのが混乱する人がいるために、抑える時のポイントを言います。とにかく心臓から全身に向かって、酸素を運ぶ血液が一番の大切な流れですので、その出発点、一番大切な大動脈への大循環の出発点が左心室だということを知っておいてください。でこれだけ鮮明に知っておいてください。でこれを知っておくと2つの約束を知っていれば実はあとはできるんですね。左から出たものは右に戻る、右から出たものは左に戻るというのがまず原則です。だから左心室から出たものは右心房に戻ります。で戻る部屋が房なんですね。心房です。で物を出す部屋が心室です。ということで左心室から大循環を通ってきたものは右心房に戻る。で右心房に戻ったやつは上の部屋から下の部屋にすぐに、送りますので、右心房から右心室に行き、右心室から今度肺に行くんですね。今度は全身じゃなくて肺に酸素を積み、二酸化炭素を下ろして、体の外に二酸化炭素を出してもらって、体の外から酸素を取り入れるための、ガス交換の場所としての肺を
に行く循環を作るんです。で肺に行った後、右心室から出たものですから、右から出たものは左に戻る、で室から出たものは房に戻るわけですから、右心房から左心、右心室から出て左心房に戻ります。で左心房に戻ったらまた左心室に行くんですね。だから左心室を出が大動脈の出発点だという事実を知っておいていただいて、左から出たものは右に戻る、心室から出たものは心房に戻るという原則をしておくと、ここから組み立ててこう全部試験の場とかでもすでにこう組み立てることができます。これ全部無意味にある暗記しようとしてはダメで、ここだけしっかり押さえておけば大丈夫なんですね。それでもう一つ、この動脈という言葉と静脈という言葉、それから動脈血、静脈血という言葉の区別を知っておいていただきたいと思うんですが、心臓から出る血液のことを動脈と言います。これは心臓から全身向かって出ていく動脈ですね。で体の方に行く動脈のことを大動脈と言います。で実はこの右心室から肺に向かう血液も、これも心臓から出ていく血液なので肺動脈という名称がつきます。で一方心臓に戻ってくる血液の方を、大静脈です。これ大静脈と言います。で、これをもう肺から戻ってくる、心臓に戻ってくる血液ですので肺静脈と言います。で動脈と静脈という名前は、向きで決まってます。心臓から出ていくのか心臓に戻っていくのか、心臓から出ていく血液が動脈、心臓に戻る血液が静脈ということで、血管の名前がついています。一方ちょっと気をつけてほしいんですけど、動脈血、静脈血という言葉があるんですね。これは動脈血というのは酸素が多くて二酸化炭素が多い血液、静脈血というのは酸素が少なくて二酸化炭素が多い血液で、これは血液の種類なんです。で血液の種類の方は肺で酸素を積むもので、ここで動脈血になります。でここで末端組織で酸素を下ろして二酸化炭素を積み込むので、これが静脈血になります。で特に注意してほしいのはこの肺循環ですね。肺循環の場合には動脈の方に青で書いた静脈血が流れており、肺静脈の方には動脈血が流れているということで、血管の名称動脈静脈ということと血液の種類の名称動脈血静脈血というのが逆転してますので、こっちは一致してるんですけど、逆転してますので注意をしてください。それではその次に、じゃあ心臓は全身に血液を送り出すけど、どんなところに血液を送り出すかということで、血流量でちょっと知っておいていただきたいんですが、心臓自身にも実は血流量を送ってるんですが、実は全身の血液約5リットルの血液はだいたい5箇所に集中していると考えてください。その中で主に4箇所なんですが、脳、肝、筋、腎、ちょっと皆さん自分の画面を見ながら、上から頭を押さえていってほしいんですけど、脳、肝、肝臓は肝臓と小腸系です。肝臓小腸系で筋肉、筋肉は腕を力マークして、で腎ですね、腎臓で、腎臓というのは目立たない臓器ですけど非常に血流がたくさん通ってまして、これなぜかというと腎臓の中にある老廃物を捨てる必要があるからですね。ということで脳はさまざまなその思考とか、生命闘技をするために血液をよく使います。それから肝臓小腸系が次です。で筋肉、そして腎臓、この 4つが主でありまして、その他であと20% ぐらいということになります。はい、それでは次に、心臓の話は、そうですね、ここまでしとくか。心臓の話は実は深いので、明日も心臓の話続けてやりたいと思いますが、今日のところでもう一つだけ言っておきたいと思います。で実は心臓というのは自動的に動く能力というのも、自動的に動く能力を持っています。人間の心臓というのは、それほど自動能が高くないんですけど、例えばカエルの心臓なんか体外から取り出してもしばらく動いているというのがあります。で私たちも心臓は普段意識しなくても、例えば
私たちが今日生きるためには心臓さん頑張って動いてくださいというふうに命令しなくても勝手に動いてますね。でうまく左心室、あの心房と心室の収縮のタイミングをうまく合わせながらやってるんですね。でその時のペースメーカーというのがありまして、動結節というところが右心房にありまして、そのペースメーカー、ここがあのその、収縮のポイントのタイミングを発信するんですね。でそうすると動結節の収縮で心房系が動き出し収縮し、その後、房室結節のところからの、筋肉の伝導で、今度心室の方が動き出します。でこれ交互にやるんですね。で交互にやることで、送り出す血液とそれから受け入れる血液の循環をうまくさせまして、心臓は自動的に動く、パターンを繰り返している。ただ心臓が、素敵な人に会ったりするとドキドキしたりする、そしてゆっくりとあのお休みになっている時は心臓がゆったりしている、拍動数がちょっと変化しますけど、それは実は交感神経というか副交感神経という別の指令の神経によって若干の微調整はしてますけど、基本的にはこの仕組みによって心臓自身が自動的に拍動を繰り返す能力を持っているという自動脳ですね。でその自動脳と伝達する筋肉系が刺激伝導系というのがあるということを知っておいていただければと思います。でペースメーカーというのは最近人工ペースメーカーというのがありますけど、もともと人体自身がそのペースメーカーの機能を持っていて、それを、心臓機能が衰えた時に機械でこれを補填するという話になりますので、また明日心臓の第2シリーズをやりたいと思いますので、明日の心臓の第2シリーズは、最近問題になっている、いわゆる心臓疾患の話とそれから AED の話を中心にしたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。